はい、というわけでパテモスでございます。というわけでリニューアルした中年パテモス日記でございます、はい、マニアチャンネルから中年パテモスに変わりました、まあ、若干ね見た方もいらっしゃると思いますがスタイリッシュな雰囲気に変わったんじゃないかなと思います。まあ、私他のチャンネルでもこのチャンネルでも喋っておりましたので喋ってる方がいいという方もいらっしゃるので副音声的なものを入れていこうかなと思っております。というわけでね、はい、シャレオツな音楽で最近毎日もう1ヶ月半ほどですかね、もう2ヶ月かな、もう言ってる間にウォーキングをしております。朝夕最近では45分ずつ約90分、はい、45分ですね、85分間ウォーキングをしておるんですが、そのルートを撮影しております。こちらの方はですね、はい、結構な大自然でございますね、はい、はい、これな鹿よけルートにね2個ぐらいあるんです。これなんかソーラーで鳴るね、防犯みたいな、防犯っていうかねアラーム、はい、というわけで猫はどうしたとよく聞かれますので猫を映しておきました。元気です、むしろ元気すぎます、はい、まあ、このようにねステップンっていう全然稼げないアプリやってます、はい、はい、まあ、それもあって歩いてるのもあるんですけどね、はい、まあ、なかなかね一時期は良かったんですけど大暴落してまして、私も借金しか残っておりません、はい、猫は元気でございます。でこちらですね、ウォーキングの後はいつもこれ最近、はい、きな粉を入れまして、これいただき物ですね、丹波の黒豆のきな粉だそうです。そして蜂蜜ですね、はい、これを入れましてスーパーで一番安いプレーンの飲むヨーグルト、はい、これをね混ぜて毎日のように飲んでおります。結構だけどね美味しいんですよね。黒蜜とかやったらもっといいかな、どうなんやろ、ちょっとね人間ドック行った兼ね合いもあってヘルシーパテモソになっているんですけども、まあ、こういうこともやってみちゃってるって感じですね。尿酸値がね 8.3 か5ぐらいあったんでね、うん、その辺も気をつけようかなと思ってるんで、こういうちょっと健康生活やってます、はい、いつも歩いて帰ってきたらね水シャワーを浴びてます。気持ちいいですね、暑くなってるんでね、はい、諸事情でこれぐらいのアングルになっております。はい、全裸です、下は、首から下はね、はい、まあお察しの通り全裸でございますでこれねもう本当にうちの猫ね抜け毛で今2匹いるんですけど、もう本当毛だらけで肉球とかに砂がはまってたりもするんで、まあ、これねこれはたまたまちょっとどけた棚をちょっとどけてその下を履いたんですけどそこに山ほど猫砂が入ってたんであんなに落ちますけど、まあでも猫の毛はすごいです、階段やばいです、はい、でも振り落として掃除機してるんですけども階段の隅の方の汚れは取れておらん、もうこれは仕方ない、もう毎日なんで、もうそんな細かくやってらんねえっていうね、大体です、もう大体毛が取れてたらいいかなみたいなね、そんな感じで日々掃除をしております。まあ習慣ってそういうもんですよね、なんとなくもうそんなもんでいいかなみたいな、毎日のことなんでね、はい、そんな感じでございます。まあ朝のもう9時過ぎになりましたら職場に向かっております、はい、仕事行ってますね。これですねもう何ヶ月、半年近く経つんかな、ホームセンターで300円でくれたガジュマルとなんかよくわからないやつ2本、はい、これを一番でっかい鉢植えに移したんですけど、ぐんぐん育ってますね、ぐんぐん育ってます、本当やっぱ夏ってね成長するんですね。でなぜか謎のシネマティック、シネマティックね、iPhone で撮ってたんでね、 iPhone のシネマティックモードで撮ろうと思ったんですけど、さすがにそれだけでは映画耐えないと思ったんで、若干ちょっと映画風の、まあ最初撮ってたんですけど面白くなかったので編集でねちょっと遊び心をね入れました。まあこの辺でねこういう感じからの白黒スローみたいなねあるじゃないですか、よくなんかこれね役者さんの名前が出てるとことかでね、うん、
で次の役者さん行くときにこうやってちょっと早送りするみたいなね、うん、ちょっとそういう演出、ガイ・リッチーぐらいやってそうな感じのね、タランティーノとかね、ちょっと演出してみました。はい、まあ、なんてない、ただ植物撮ってるだけなんですけども、はい、まあでも植物でいいですね。ちょっとまだ買いたいなと思ってます。はい、というわけでお昼ですね、はい、まあ暇だったんですけどね、めっちゃ働いた風に見せてますけど、めちゃくちゃ暇な日でした。はい、さあというわけで、これがうちの作業している机の上の方にあるゴーストバスターズ、これもね、あのこのチャンネルでこれ作った時の動画ありますので、よかったら見てください。はい、というわけで飯動画を撮影します。あえてカメラをそこ置いてからカメラを取り戻ってる前で、ね、iPhone ね取り戻ってるの、白々しい登場シーンですね。部屋から出ていくシーンでしたね。でまあ、だけど撮影してるのはいつもこんな感じです。いつもキッチンペーパーでね、ちょっととりあえず拭くと、もう潔癖中の方々いらっしゃいますので、もうこういうことやっておかないと汚ねえとかすぐ言われちゃいます。ただでさえ汚いんでね、うん、ある程度は綺麗にしておかないといけない。ほんとこうやって撮ってます。マイクだけ反対向けてね、うん、ああいう感じで撮影してます。キャップをね、すぐなくすんで、紐でつけてるんですけど、それがプラプラしてね、よくね、見切られて入ってる時ありますね、カメラにね。はい、まあ、こんな感じで日々毎日撮影しておるという次第で、まあ、これは飯動画チャンネルで上げている動画の撮影でございます。はい、まあ、こんな感じで撮影して飯を食う。あ、このね、この時ね、飯動画撮影しは毎日普通のソニーの ZV-E10 で撮影しながら iPhone でも回したんで、これはもしかしたら飯動画チャンネルのメンバー限定で公開してもいいかな、このアングルバージョン。ないいね、そういうのもいいかもしれないね、うん、はい、というわけで飯動画の撮影は終了となります。はい、さて、そしたら動画の編集ですね。まあ、時間があるときはだいたいもう飯食って速攻編集しております。まあ編集時間は5分から10分、もう速攻ですよ。調理の字幕入れへんかったら、5分ぐらいで終わりますねサムネも大して凝ったことやってませんので、本当にこんな感じでないと毎日投稿ができません。2本3本上げられませんね。飯動画チャンネルでも1日2、3本上げてますんでね、うん、こんな簡単な編集でやっております。はい、はい、というわけでね、編集が終わったんで仕事に戻るという感じでございます。毎日自炊してますんでね、家に帰ってこないと仕方がない。あ、これね、朝のウォーキングして帰ってきた時にね、洗濯してね、仕事前に干したんですこれ、うん、結構いい天気だったんでね、乾いてるかなと、うん、思ったんですけど、まあ一旦動画見てもらった方には分かると思うけど、全然乾いてなかった。で全然乾いてなかったんよ。で最初触った時には乾いてるかなと思ったけど、脇とか一番最初に外した迷彩のスウェットとかポケットね、あのポケットらへんとかね、いやそういうとこ乾かへんだよね。うーん、なかなかね、いや最近ね、朝ウォーキングしてっからさ、洗い物増えんのよ。パンツと靴下って毎日に 2枚なんですよ。朝のウォーキング行った後履き替えるんで、で夜お風呂入ったら買わなきゃいけねえな。T シャツ、パンツ、靴下買わなきゃいけない。あ、これちょうどね、そのさっき洗濯物を干してしたところに置いてある120センチの水槽で飼育している、まあ、去年から飼育している金魚、これ餌用の金魚なんですよ、大型魚。うちにアロワナとか飼ってるんですけど、それにやる餌にしようと思ってるんですけど、いやちょっと愛着湧いてきて、まあ、頑張ってね育ててます。新魚建てるときに池作るんで、そこに放流してやってもいいかなと思いながらね、うん、この金魚たち可愛い、なんか可愛くなってきた。でこれが室内って言ってますけど、職場で飼っているお魚ですね。こいつらもでかくなっていくんで、でっかくなったら、まあ、大型水槽に移してやろうかなと思ってます。なかなかでっかくならないけどね、こいつらね。これ60センチの水槽ですね。はい、さあというわけで夜というか夕方、もうじゃ夕方のよう分からへんの、だって7時ぐらいでも明るいしね今ね。うん、はい、まあ、仕事終わって帰ってまいりました。これね、いいです。このオープンムーブっていう、なんていうか、ショックスとか、なんかそういうところの、骨伝導のヘッドホン。まあ、一番有名なやつじゃないこれ。うん。これね、1万円ぐらいでね、1万円もしてないかな。めちゃくちゃいい。
あとこのマウスもね、ほんとエルコムのこのマウスなんですけどね、教えてもらって、これ使ってみたんですけど、すごくいい。もう4代目、4代目でございますね。はい。これ愛用品ですね。で、スニーカーですね。最初に紹介するこちらのアディダスの、この、何だっけ、アディゼロ?うん、これはね、ほんと何年前に買ったか忘れたぐらい買ってたんやけど、昔ちょっとジョギングしようかなとやって、1ヶ月も持たずにやめた時に買った靴なんで、まだまだ綺麗です。で、これはつい最近買った雨の日も歩かないといけないんで、キーのジャスパーの、ジャスパー2ウォータープルーフ、防水の靴です。これは非常にいい。キーンいいんですよね。トレッキングっていうか、何だっけ、ロッククライミングとかの靴を作ってる会社なんで、ソールが柔らかいんですよ。で、これ持ってるんです。これ一番最初の方のジャスパーかな。もう、昔のジャスパーですね。本当に。で、これが最初、初期のサンダルかな。初期でもないんかな。これ、バカピナコがね、虎柄の猫の方ね、うちのね。あいつが噛むんですよ、ゴムを。ボロボロ。あのバカ猫のおかげでもボロボロですね。まあ仕方がない。まあ、靴とかこうやっていろいろありますが、まあ、これもまた新居に引っ越したらね、じっくりと、靴下駄箱に入れるときにでも紹介しようかなと思ってます。はい。というわけで、はい、ちょっとシャレオツなバトンになりましたけども、まあこれにて、まあ、これもねちょっとね、シネマティックで撮ってます。この 猫ちゃん本当ね、飯動画チャンネルではね、猫どうした猫どうしたって言われるけどね、出さねえっつってんのに猫どうしたっていう人が多いんですけど、まあこちらでちょっと猫いるぞっていうのをね、動画撮ってきました。はい。というわけで仕事終わりにいつもまたもや40分ほどのウォーキングに出かけております。靴下はまだ破れたままです。この後捨てました。もう靴下もちょっと買わなきゃいけねえな、足さなきゃいけねえな、もういつもの倍消費してるからな、パンツと靴下と。男の一人暮らしなんてね、週に1回か2回ぐらいしか洗濯しないんでね、足りなくなるんですよね。だもんで、まあ次の動画で物色動画でも撮るかこれちょっと夕日が綺麗だったんで撮ってみましたね。ルートとしては朝歩いてるルートと一緒のルートを歩いております。はい。まあこの辺ね、一緒のとこ歩いて撮ってますね。なんかちょっと洒落てる感ありますよね。これオズモポケットっていうジャイロセンサーがついているカメラで撮ってますね。 GoPro ではなくね。はい。いいですね、やっぱね、このジャイロが効いてるやつね。動画としていい動画に見えますね。まあこういうのを使って撮るという感じでございます。はい。まただよこれ、もうほんと毎回なんだよこれ。2箇所で音がね、音色が4種類ぐらいあるのかな。4種類か5種類ぐらいあるんですよ。バリエーション豊富で、毎朝ね、聞かせていただいております。ルートにありますんでね。はい。まあ、というわけでね、まあ、こんな感じの最後の、エンド画面、エンディング画面を作りました。またここのところでいろいろとまたね、映像を載せながらとかしていきたいと思います。というわけでね、こういう動画ね、また上げていきます。副音声もやると思いますんでね。よかったらまた見てください。というわけで、また次で。ほな。